アレクサンデル六世、アレクサンデル六世、アレクサンドル四百三十一年一月一日から1五百三年八月十八日は、十五世紀のローマ教皇、在位、四百九十二年から1五百三年。本名は、ローデリク・ランソルであるが、母方の叔父である、カリストゥス三世の教皇就任に伴って、母方の名字であるボルハ、ボルジャに変えたため、 ロデリク・ボルハのイタリア語読みであるロドリーゴ・ボルジアの名前で知られることになる。ルネサンス期の世俗化した教皇の代表的存在であり、公職者、豪欲者やジロラモ・サボナ・ローラとの対立によっても非難されることが多い。また、息子のチェーザレ・ボルジアを右腕とし、一族の繁栄とローマ教皇庁の軍事的自立に勢力を注いだことで、イタリアを戦火に投じることになった。 ロドリーゴは、スペイン・バレンシアのシャティバ出身、ボローニャ大学で法学を学び、おじに引き立てられる形で、司教、数奇教、教皇財務部副委員長となった。ネポティズムと呼ばれる、親族東洋主義はこの時代のカトリック教会を代表する悪習である。彼は、以後、5人の教皇に仕える中で、経験と富、人脈を形成していった。 若い頃のロドリーゴにはまだ節度があり、それほど派手な生活をしているわけでもなかった。ただ、当時の高位聖職者たちのように彼のモラルは落ち着いており、金と女に情熱を傾けていた。この頃には、すでに数人の子供が愛人たちから生まれていた。1458年には、貧困の悪さをピウス2世から叱責されている。インノケンティウス八世が没すると、 教皇位は三人の有力候補によって争われることになった。ロドリーゴ・ボルジア・枢機卿、教、アスカニオ・スフォルザ・ァ枢機教、そしてジュリアーノ・デッダ・ローベレ・枢機卿。教、後の教皇ユリウス二世である。当初はイタリア人の支持を得ていたローベレが有利と見られていたが、ロドリーゴはアスカニオ・スフォルザを含む多くの枢機卿教を買収することに成功した。こうして彼が、 教皇アレクサンデル六世を名乗ることになる。このコンクラーベにおける増収愛は広く世に知られ、彼が三重感を金で買ったと非難される。原因になった。ロドリーゴのことを熟知し、その危険性を警告していた。数人の枢機卿を除けば、多くの関係者にとってロドリーゴが強硬位に就くことが、どのような結果をもたらすかは予測できなかった。実際、アレクサンデル6。世の知性の初めは？ 教会法の厳密な遵守と教会統治の円滑な実施が徹底され、彼以前の教皇たちの知性のデタラメさとは対照的なものであるかのように見えた。困窮した財政を立て直すために資質を切り詰め、率先して質素な生活を送った。他の数奇教には不評だったが、財政は好転した。しかし、これまでの教皇がしてきたのと同じように、彼もネポティズムを改めたわけではなかった。 愛人バノッツァカダネーに生ませた息子のチェーザレはまだ16歳で、ピサ大学の学生であか、バレンシアの大司教に取り立てられた。いとこの序盤には、数奇教に挙げられた。外国出身で、イタリアに基盤を持っていなかったという事情もあるが、最終的には、ボルジア家だけで5人の数奇教が任命され、多くの知人友人も取り立てた。さらに2人の息子。 第二代ガンディア港保安とホフレのために、強皇領とナポリオ国領を割上しようとした。ガンディア公へ送られた領土は、チェルベーテリーとアングイラーラであった。これらの領土は後に、ナポリオである、フェルディナンド一世の講演によって、オルシーニ家のビルジニをオ,オルシーニが得ることになる。アレクサンデル六世は、このフェルディナンド一世と激しく対立し、ミラノのスホルツ家と結んで対抗することになる。 ここにおいて教皇は、かつてのライバル、ローベレ数奇教の激しい反発を受けることになる。ローベレは、フェルディナンド一世の支援を受けており、教皇との関係が悪化すると、身の危険を察知したローベレは、自らの司教区をスティアへ避難し、そこへ立てこもった。フェルディナンド一世は、フィレンツェ共和国、ミラノ公国、ベネツィア共和国と手を結んで彼を援護した。 教皇はこれに対して1493年4月25日に、ハンナポリ王国同盟を結成して、改戦準備を始めた。フェルディナンド一世は、スペイン本国に援助を求めたが、スペインは、ポルトガルとの世界分割協定において、今日の承認を必要としていたため、教皇との争いに手を貸せる状態ではなかった。このスペインとポルトガルとの紛争回避への模索は1494年に、 締結されたトレデシラス条約で身を結ぶことになる。教皇は自らの地位強化のため、次々と手を打っていた。娘のルクレツヤは、すでにスペインのドンガスパロでプロシダと結婚していたが、父親の教皇を遠いに伴って、父の元へ戻り、ペーザロコをジョバンニスフォルザと結婚させられた。結婚式はバチカンで華々しく行われた。 しかし教皇庁の華やかさとは裏腹に、ローマの情勢は目も当てられないほどになっていた。街には、スペイン人のならず者や暗殺者、売春婦、情報屋などが我が物顔に歩き回り、殺人や強盗は日常茶飯事であった。オルシーニ家やコロンナ家というローマ貴族でさえも、教皇の権威に服さず、徒党を組んで治安を生み出していた。 異教徒とユダヤ人は町に住むために賄賂を払うことを求められ、教皇自身も、また世俗君主にも見られないほどに狩猟、ダンス、演劇や宴会などにふけていた。教皇は、一般犯罪には厳しく対処したが一向に収まる、気配はなかった。バチカンの城壁に、罪人の死体が吊るされない日はなかったと言われる。オスマン帝国のスルタンバヤジと二世の弟ジェムも、初めは、 人質としてローマにやってきて軟禁されていたのだが、アレクサンデル六世の取り巻きの一人になっていた。当時のイタリア半島をめぐる政治情勢も決して明るいものではなく、諸外国がイタリア侵入の機会を腰淡々と狙っていた。また、ミラノでは幼いミラノコージャンガレアッツォスフォルツァの未人として、オジノルドビーコスフォルツァが実質的に支配権を持ち、 名実ともに支配者たることを画策していた。教皇は自らの地位を手に入れるためにあらゆる同盟を結んだが孤立を恐れるあまりフランス王シャルル八世への助けを求めた。さらにナポリオフェルディナンド一世が孫娘イザベラを主わせたミラノ公ヤンガレアッツォとの提携を図るようになるとシャルル八世をそそのかしてナポリオ王国を狙わせている。 アレクサンデル六世の外交政策は二重、政策であった。一例を挙げれば、自らと一族の地位を脅かすナポリ王国の弱体化を狙いながらも、スペインの干渉を受けたために百4 9 3年7月に、ナポリ王国及びオルシーニケと和平協定を結んでいる。協定の履行の一環として、教皇の息子ホフレは、フェルディナンド一世の孫娘ドーニャ・サンチアと結婚した。 アレクサンデル6世は、教皇庁を完全に掌握するため、自分の息のかかった12人の新数奇教を任命した。その中にはわずか18歳に過ぎなかった息子のチェーザレや、教皇の愛人ジュリア・ベリッダの兄、アレッサンドロ・ファルネーゼ、後の教皇パウルス3世も含まれていた。この教皇自身の息子の数奇教任命は、教皇庁を揺るがすスキャンダルとなったが、 文句のつけようのない人物も、幾人か登用され、列強にポストを分配する等の工夫によって、避難をうまく交わした。そんな時、1494年1月25日に、ナポリオ・フェルディナンド一世が世を去り、息子のアルフォンソ二世が後を継いだ。フランスオシャルル八世は、自らのナポリオ・ー,ーを主張したが、教皇がこれを認めなかったため、 フランス軍のイタリア侵攻を引き起こした。教皇は1494年7月には、アルフォンソ2世の継承権を承認し、領土と引き換えに、ナポリオ国と手を組んだ。各地で、フランス軍の進撃への備えがなされ、ナポリオ国軍は、陸上では、フランス勢に味方してたミラノを攻撃し、海上では艦隊によって、ジェノバを攻撃した。しかし、 強行軍とナポリン軍は、どちらの戦闘にも敗北し、9月8日、アルプスを越えたフランス軍は、ミラノ軍と合流を果たした。強行領内に混乱が起きると、オルシーニ家の軍勢は、フランス側について、オスティアを攻めた。シャルル八世は、南下を続け、フィレンツェを通って11月に、ローマへ向かった。アレクサンデル六世は、たまらずアスカニオスフォルザに助けを、求め、さらに、 オスマン帝国にまで救援を求めた。彼は何とか軍勢をかき集めてローマを守備しようとしたが統制が取れず、オルシーニケは居城をフランス軍に提供する始末であった。ここに至って教皇も抵抗を諦め、12月31日にはシャルル八世とフランス派の数奇教団がフランス軍と共にローマに入城した。 アレクサンデル六世はついに汚職の角で退位させられ、公会議が召集されて断罪されるのかと恐れをの,のいたが、シャルル八世に強い影響力を持っていたサンマロ司教を数期教くらいと引き換えに抱きむことに成功した。シャルル八世は教皇の退位を求めない代わりに、教皇は施設という名目でチェーザレを差し出してナポリへ向かわせること。 オスマン帝国へのカードとなるジェムを引き渡すこと、軍港、チビタベッキアをフランスに割譲することなどの条件を飲んだ。なお、ローベレは、オスティアからパリに亡命し、この遠征で、フランス軍に同行していたが、アレクサンデル6世と和解、ローマへ戻った。1495年1月28日、シャルル8世は、ナポリオ王国を目指し、ジェムとチェーザレを伴って、 ローマを出発した。チェーザーレは道中で脱走に成功し、スポレートに逃げ込んだ。フランス軍の勢いの前に、ナポリオ王国は抵抗する術がなく、あっさり、フランス軍の軍門に下り、ナポリオは逃走した。しかし、シャルル8世もイタリアに安住しているわけにはいかなかった。シャルル8世の成功を危険視した諸公が教皇を中心に結束し始めていた。 1495年3月31日、教皇は神聖ローマ帝国、ベネツィア、ミラノ、スペインと同盟を結んだ。この同盟の名義は、タイオスマン帝国戦であったが、誰が見てもフランス包囲網であることは明らかであ。シャルル八世は5月12日にナポリオーとして退官したが、すぐにフランス軍の撤収を開始した。イタリア半島を北に向かうフランス軍は、 ホロノーボで初めて同盟軍と開戦し激戦となったが撤退に成功し11月にフランスに帰国することができた。その後、スペインの後押しを受けたアルフォンソ2世の子フェルディナンド2世がナポリオイにつき1496年の死後、おじのフェデリーコ1世が即位した。このフランス軍のイタリア半島侵入はイタリアが侵略に対していかに脆いかということを 明らかにした。一方、アレクサンデル六世はフランスを追い出すことに成功したことで、オルシーニケに対して優位に立つこととなった。スペイン軍に捕らわれたビルジニをオ,オルシーニがナポリで極死すると、教皇は直ちにその資産を没収した。オルシーニケも一族の存亡をかけて抵抗したため、教皇はウルビーノ皇とガンディア皇を差し向けて、これを殲滅しようとした。しかし、 教皇の軍勢は敗北したため、ベネツィアの仲介で和平協定が結ばれた。オルシーニケは5万ドゥカットを支払って没収された資産を返還してもらい、捕虜となったウルビーヌ公は自腹で身の白金を払って解放された。結局、教皇はオスティアを手に入れ、フランスよりの二人の数奇教を捕らえただけに終わった。7月14日、解放されて帰ってきた。 ガンディア候保案が行方不明となり、翌日テベレ側に死体となって浮かんでいるのが発見された。息子のあまりにも不審な死に、教皇は嘆き悲しみ、サンタンジェロ城に引きこもって、今こそ、教会改革をしなければならないと叫ん。犯人探しが進むと、何人もの有力者の名前が上がり始め、ついに息子、チェーザレの名前が浮かんだ。なぜか捜査は途中で打ち切られ、 真相は闇の中になったが暗殺がジェーザルの指示によるものであるという噂はその直後から流れていた。彼はガンディア公保安が自分以上に父親に対して影響力を持ち始めているのを座視できなかったというのである。ただし保安自身たびたび有力者とトラブルを起こすような性格であったという説もあり、いまだに真犯人はわからない。なお、 ジョスカンデプレのモテと、我が息子、アブサロン・アブセロン、フィリー・ミーは、この時、アレクサンデル六世のために作曲されたとする説がある、ノーブル、ジェラミー、1980、ジアスキャンデイプレイ8から11イン、ザニューグローブ・デクショナリー・オブ・ミュージック・アンド・ミュージシャンズ、ボリューム9、PP718 から738。この頃、チェーザーレの権力は頂点に達していた。 暴力的で一度目をつけた相手を決して許さない、冷酷な男。総評されたチェーザーレには父である教皇すら手を出せなかったとも言う。もっともチェーザーレは、ただの強欲な権力者ではなく、政治家として有能で冷徹なマキャベリストでもあった。チェーザーレが、多くの金を必要とするようになると教皇は、資産の没収を始めた。そうして滅ぼされた者には、教皇の秘書も含まれていた。 没収の仕方は大雑把なものだった。まず、誰かに資産があると噂が立つと、何らかの罪によって告訴される。告訴されるとすぐに投獄され、しばしば処刑へと進み、当人の資産が没収された。教皇庁でこのような無法が横行し始めたことに、人々はショックを受けた。同様に横行していた、生殖売買も非難されたが、事態はすでに、ボルジア家の悪口を言おうものなら、 死を覚悟しなければならないほどなっていた。聖職者の堕落にそれほど目くじらを立てる時代ではなかったにもかかわらず、ボルジア家は悪名を轟かせていた。このように誰もが口をつぐむ情勢の中、ドミニコ会員でフィレンツェで大きな影響力を持っていたジロラモ・サボナローラは完全と強行とボルジア家の不正を批判、公開議証集を呼びかけた。メディチ家への反発もあり市民は、 当初サボナローラを支持していたのと、フィレンツェがフランスと同盟していたことにより、強硬も強硬な姿勢を取ることができなかった。どうしても、フィレンツェを反フランス同盟に引き入れたかったため、フィレンツェ市民の反感を買いたくないという事情もあった。アレクサンデル6世はサボナローラに対して、説教の禁止と、教会組織への服従を要求し、フィレンツェに対しては、 フランスとの同盟を破棄するようたびたび迫った。その後、サボーナローラのあまりに厳格な政策と、教会からの波紋によって人心は彼から離れ、ついにサボーナローラは捕らえられて1498年5月23日に処刑された。この頃、オルシーニ家とコロンナ家は争っていたが、最終的に大教皇同盟を結ぶことで手を組む。 この頃から一層の基盤強化のため、アレクサンデル六世は、婚姻による外交の強化に力を入れ始めた。1497年に、ルクレツヤとペーザーロコートの結婚を無効にし、フェデリーコ1世の娘とチェーザレの結婚ができないと、わかると、フェデリーコ1世を脅して、アルフォンソ2世の三男ビシェリエコをアルフォンソと、ルクレツヤの結婚を承諾させた。 チェーザーレはその頃にはすでに数奇教ではなくなっていたが、教皇施設として、フランスへ赴き、ルイ十二世と王妃、ジャンヌの結婚を無効と認める会直と引き換えに、バレンティノ皇の地位を手に入れ、イタリア半島の選手たちを打倒するための援助の約束を取り付けた。その上でチェーザーレは、ナバラ王国の王女と結婚した。アレクサンデル六世は、ルイ十二世は、 全王シャルル発生以上の貢献を自分にしてくれることを期待しており、スペインとスフォルザの反対を押し切って1499年1月にフランスと同盟、ベネツィアも引き入れた。1499年の秋には、ルイ十二世がイタリアへ進軍し、スフォルザ家をミラノから追放した。フランスの協力による成功に気をよくした教皇は北イタリアに拡挙する戦士たちにより青いこそ、 一掃しようと考えた。当時の北、イタリアでは、名目上は、強行領となっていても将軍主たちが、都市によって、各挙独立していたのである。チェーザレは、強行軍の司令官、ゴンファロニエーレに任命されると、フランスの支援のもとに、都市軍を次々に陥落させていった。しかし、ミラノから、フランス軍が追い出されて、ルドビーコが復帰したため、チェーザレは1500年の初頭に、 一旦ローマへ帰還した。1500年は青年であったため多くの巡礼者がローマを訪れた。多くの巡礼者が職油場を購入し、教皇は多くの現金収入を得た。ちなみに青年にサンピエトロ大聖堂の聖なる扉が開かれる。慣例をそうしたのはアレクサンデル六世である。教皇はこれを財源に軍を編成し、再びチェーザレを 北部イタリアへ派遣した。戦況は一進一退ではあったが、4月にはついにミラノを再び落とし、ルドビーコスフォルツァを失脚させた。ところが、外部の脅威を除くと内部で悲劇が起こり、ルクレツヤの夫、ビセーリエコーが殺害された。もはや価値がなくなったとみなされた、ビセーリエコーは、美しいルクレツヤを政略結婚で再び利用しようとした。 チェーザレの指示で殺害されたという説もある。教皇は、さらなる財源として、スペイン人を多く含む、新数企業十二人を任命、一万二千0カットを手に入れた。北部を平定したチェーザレと共に、十字軍派遣の名目で、中部イタリアの平定作戦を企てた。秋になると、フランスとベネツィアの援助も受けたチェーザレは一万の軍勢を揃えることができた。 北部イタリアにおけるチェーザレの華々しい活躍と厳しいものではあったが統制の取れていた先制統治の見事さはニッコロ・マキャベリから称賛されることになった。1501年7月にローマに戻ったチェーザレはロマーニャ皇となりイタリア北部を勢力下に置いたルイ12世と南イタリア攻略を検討しスペインとの間に ナポリ王国分割の密約も締結した。教皇も七月二十五日にこれを承認している。くしてフェデリーコ一世は正式に退位させられ、フランス軍はナポリ領に侵攻。教皇はオルシーニケと組んでコロンナ家の弱体化に成功した。教皇は不在中、娘のルクレツヤを教皇代理としていたが、その明晰さは評判となった。 ルクレツヤはそれから間もない1502年1月に、フェラーラ公アルフォンソ一世、デステのもとに嫁ぐことになる。この頃、ジョバンニが生まれている。彼の父は確定できない。アレクサンデル六世だったという説もあるし、チェーザーレだったという説もある。フランスとスペインがナポリリオの分割をめぐって争っている頃、チェーザーレはすでに次の目標を探していた。 彼は間髪入れずにカメリーノとウルビーノを攻め、すぐに陥落させて、教皇を大喜びさせた。しかし、教皇の軍隊も傭兵が多いという弱みがあった。イタリア半島そのものに職種を動かし始めたフランスと、なんとか手を組もうとした教皇だったが、これに失敗。再び、フランス軍がイタリアに侵攻し、ハンボルジア家的な人々を救亡した。教皇の外交手腕とチェーザレが、 南イタリアへのフランスの侵攻に協力することを表明したことで、フランスは中部イタリア侵攻を思いとどまった。次の危機は、かつて打倒した君主たちから起きた。オルシーニケの残党が防御を図ったのである。強行軍が敗北したため、さすがの教皇も色を失った。しかし、この危機も、フランスの支援とチェーザーレの暴略によって何とか乗り切ることができた。 1502年12月31日に、チェーザーレによって敵対した君主たちが打倒され、その方を受けた教皇は即座に、オルシーニ数奇教をバチカンに誘い出して告示させた。直ちにオルシーニの資産は没収され、母親は路頭に迷い、多くの演者が逮捕された。ホフレ・ボルジアが軍勢を率いて、カンパーニャにオルシーニの居城を攻めた。こうして、中世を通じて、 バチカンの支配権を争い、強行すら脅かした二つの名家、オルシーニケとコロンナケは没落し、ボルジア家の前に屈した。ローマに戻ったチェーザレは、父の指示で、オルシーニケの最後の拠点を攻めていたホフレの応援に、向かった。結局、オルシーニケのチェーリが捕らえられ、ジュリオオルシーニは降伏して、和議を申し出た。チェーザレは、スパイによって、 ローマ市民の口封じを図り、アレクサンデル六世もそれを黙認したため市民の指示は次第に離れていった。死去した数奇教や極死、戦死した性敵の財産を没収することがたびたびあったので、財産目当ての暗殺が行われたという噂が立った。また、ミキエル数奇教が四月に殺害され、オルシーニケ攻撃の主君者サンタクローチェ、ボルジア家を抱えの殺し屋として、 有名だったトロッキオも殺害された。フェラーリ・枢機卿教は殺害されたのではなく、熱病で死んだと思われるが、結局財産を教皇に没収された。ナポリオ王国をめぐるスペインとフランスの争いは長期化していた。教皇は自分に有利な方であれば、どちらにでもつくつもりだった。教皇はチェーザレにシチリアを与えることを条件に、フランスに援助を要請し、 スペインにもシエナ、ピサ、ボローニャと引き換えの支援を持ちかけた。チェーザーレは1503年7月に中部イタリアの残存勢力討伐のための軍事行動を準備していたが、突如、父子供に熱病に倒れた。時として毒薬に倒れたと書かれることもあるが、長期床に伏せったことから根拠は薄いと考えられた。むしろ当時ローマで流行することが多かったマラリアに、 かかったのであろうと言われている。1503年8月18日、アレクサンデル6世死去。自らも病床にあったチェーザレは、復讐のドンミケロットを派遣して、死去の方が公になる以前に、教皇の財産を差し押さえようとした。翌日、教皇の遺体は、人前で安置されたが、膨れ上がった遺体を目にした人々により毒殺の噂が広まることとなった。 教皇の葬儀は、兵士と司祭たちの間で乱闘が起こったり、用意された看護家が、教皇の遺体を入れるには小さいものであったり、さらに教皇の遺体は粗末な防水布で巻かれていたという状況であった。アレクサンデル六世の死後、ピウス三世が次の教皇に選出されたが、すぐに死去、ローベレが、教皇ユリウス二世に選出された。この間、チェーザレは未だ病床にあり、 身動きが取れないまま、ユリウス二世に逮捕された。その後、ナバラに脱走したが、1507年、スペイン軍と交戦、戦死した。ルクレツヤは、フェラーラ公妃として1519年まで生きた。イタリアにおけるボルジア家の勢力は消滅したが、保安の同盟の子は、第三代ガンディア公となり、スペイン貴族になった。その子で、 アレクサンデル六世の創尊フランシスコ・ボルジアは、第四代、ガイア公となり、スペイン王でも、ある神聖ローマ皇帝カール五世に主観したが、やがて聖職者となり、第三代、イエズスカイ総長に就任、死後に劣勢された。アレクサンデル六世に関しては、史上最悪の教皇、カトリック教会の権威を失墜させた、張本人という評価から、 バランスの取れた政治家という評価まで様々な評価が行われている。生前からすでに彼を悪魔に偽した絵が出回るなど、非常に長い間誹謗と抽象にさらされてきた。インドロ・モンタネ・リなど、近現代のシーエサとは、アレクサンデル6世に一定の評価を与えている。それは、フランスやスペインといった大国の侵食の危機を乗り切り、ユリウス2世によって達される。 のの政治的統一のをつけた、だとということである。宗教改革への流れを早めはしたが、カトリックの秩序維持に不信した。ただし、それは信仰心からではなく、統治の道具とするためであった。宗教政策では、聖書に全く関心がなかったという同時大臣の証言がある一方で、聖職者には、 儀式や会議に対して誠実で勤勉であることを求め、自身も宗教儀礼をないがしろにすることはなかった言われる。ヨーロッパ以外の地域への布教、特に新大陸に強い関心を持っていたが、征服論者ではなく、ポルトガル人に原住民の同意を得てから布教するよう指示を出した所簡が残っている。また十字軍の軍備として徴収した大量の金の多くは、 教会の軍備に費やされたが、ハンガリーやベネツィアといったタイオスマン帝国前線の国への援助もたびたび行っている。ルネサンス教皇の例に漏れず、アレクサンデル六世も多くの芸術家のパトロンであった。当時は絵画や彫刻だけでなく、建築においても華やかな時代であった。ドナトブラマンテ、ラファエロ、ミケランジェロなど多くの芸術家が教皇の援助を受けて、 創作に打ち込んだが、特にお気に入りであったのはピントリッキオをあった。しかし他の教皇と比べるとその規模も質もやや見劣りする。バチカン美術館にあるボルジアの間は今では現代美術の展示室となっているが、その壁画に彼の愛した美術を見ることができる。建築に関して有名なものは残されていないが、バチカンやサンタンジェロ城の改修。 ローマ市街の整備を進めたことが知られている。アレクサンデル6世以降、20世紀までイタリア人以外で教皇に選出されたのはハドリアノス6世在位、1522年から1523年のみである、1978年以降はヨハネ・パウロ2世在位、1978年から2005年、ベネディクト16世在位、 2005年から2013年、そしてフランシスコ、在位、2013年イとイタリア人以外の教皇が続いている。母親が不明な以下の諸士がいる。バノッザ・カタネートの間に以下の4人の諸士がいる。また、ジュリア・ファルネーゼの以下の子は、アレクサンデル6世との諸士とも言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。